いつでも僕たちに寄り添ってくれる。いや、まだ三井生命は大女性の笑顔で暮らしたい。45歳プレッシャー増加燃えたニンニンファンの本格の AEC45 社 SUV の乗り込み車なんでもあるよ。日曜まで山形ものトランプ政権は国内で初めて新型コロナウイルスによる死者が出たことを明らかにするとともに、新たにイランからの入国と韓国、イタリアへの渡航を制限する措置を発表しました。アメリカの疾病対策センターによりますと、死亡したのは西部ワシントン州で新型コロナウイルスに感染していた50代の男性です。感染経路は不明だということです。アメリカ国内で初めての死者となりますが、ホワイトハウスは国内での感染のリスクは依然低いままだと強調し、冷静な対応を呼びかけました。また感染拡大を防ぐための新たな措置として、14日以内にイランを訪れた外国人の入国を禁止するほか、アメリカ国民に対しては韓国とイタリアの一部地域への渡航警戒を最も高いレベルに引き上げ、渡航の中止を勧告すると発表しました。こうした中、韓国では日本による朝鮮半島統治に抵抗して起きた三一独立運動を記念する式典が行われました。死者は17人、感染者は3526人となる中、参加者は10人に限定され、文在寅大統領の演説も多くの時間が新型コロナウイルスへの対応についてで、日本への批判を受けました。このほか中国では、中国本土での死者が2870人に、感染が確認された人の数は7万9824人に増加し、感染が急速に拡大しているイタリアでは死者が29人、感染者が1121人に増えた。11月のアメリカ大統領選挙に向けた民主党の候補者指名争いの第4戦が南部サウスカロライナ州で行われ、中道派のバイデン前副大統領が勝利を確実にしました。Democrats nominate the nominee, Republican nominee.
サウスカロライナ州で行われた民主党の予備選挙について、アメリカの主要メディアは中道派のバイデン氏が勝利を確実にしたと伝えました。オバマ前政権で副大統領を務めたバイデン氏は抜群の知名度がありながらここまで苦戦してきましたが、4選目で初めての勝利を得て、さらなる攻勢をかけたいと思います。これまでトップを走ってきた左派のサンダース上院議員は2位となっていますが、今回はバイデン氏に大差をつけられています。それではもう一つニュースです。国会では新型コロナウイルスの感染拡大への対策として参議院議員会館にサーモグラフィーが設置されました。体温が 37.5 度以上ある人を検知することができるもので、画面が赤くなった場合、警備員が声をかけて入館を控えてもらうようお願いするということです。行われました。今朝元気に登校する子どもたち、国からの一斉休校の要請を受けて栃木県矢板市では小中学校が明日から今月16日まで休校になります。このため急遽行われたのが、栃木県矢板市内の小学校では明日からの一斉休校を前に、